会食柱の一覧は、世界の会食柱の不完全な一覧で、ある程度の解説を記したものである。会食柱は、世界中に見られる。オールド・ハリーロックス・オールド。ハリーロックスとは、イングランド南部のドーセット州のパーベック半島に位置するスタドランドという町にあり、ジュラシックコーストの一部である。 チョークでできた二つの会食柱で、オールドハリーとその妻と呼ばれる場合もあるが、実は、過去に一本だけになっていた時代もあり、2003年、現在の妻は二代目にあたる。エルデド・デディオス2005年9月神の指岩とは、大西洋に浮かぶカナリア諸島に属する島の一つの、グランカナリア島に存在する、玄武岩でできた会食柱である。場所は、北緯28度05分。 生経15度42分付近である。近くには、あがえテの町が存在する。なお、2005年11月に発生した熱帯低気圧の襲来によって、この岩の一部が破壊された。神の指岩の概要神の指岩の存在する、あたりには、グランカナリア島の中でも最も古くに形成された岩石が見られる。 これが形成されたのは大体1400万年前だと考えられている。そして、この辺りに存在する玄武岩の岩盤から20万年から30万年の時間をかけて侵食を受けた結果、この独特な形状を持つ神の指岩が自然に形成されたと考えられている。なお、この独特な形状の岩は多くの芸術家にインスピレーションを与えたとも言われている。 指を失った神の指岩神の指岩は独特な形状を持った会食柱であったためにこの名が付けられた。しかし2005年11月に熱帯低気圧ゲルタが襲来した際この岩の上部にあった指に例えられていた部分が破損し海の中に落ちてしまった。その後上がい手の町はこの岩の調査を専門家に依頼した。そして2006年に 岩の再建や保存に関するアドバイスを受けた。アムブチェイル首切り人間とは、スコットランドのハイランド地方のサザランドに存在する、新源世代の砂岩でできた、海色柱である。この岩の、おおよその位置は、北緯58度54分、成形5度08分。なお、アムブチェイルは、スコットランドゲール語であり、首を切って、死刑を執行する人という意味である。ちなみに、 この岩に最初に登った人物は、イギリス人登山家のイアン・クラフト・スコットランド人、登山家のトム・ペティの二人だと言われている。三人兄弟岩とは、ロシアのアバチャ湾の入り口に存在する三つ並んだ岩である。おおよそ北緯52度89分、統計158度68分付近に位置する。ペトロパブルフスクカムチャツキーではよく知られた岩で、同都市のシンボルともなっている。 この地方の伝承によれば、この岩は津波から町を守りに行った三人兄弟岩が,が岩に姿を変えたものだという。地蔵岩とは北海道宗谷地方の礼文島に存在する高さ約50メートルの海食柱である。この岩のおおよその位置は北緯45度18分、統計141度01分。その形状が地蔵像に似ていることから、 この名がついた。レブン島の西岸は、おおむね海食崖となっている。この岩は、そんな崖の下にある浜からほぼ垂直に立ち上がっているのが見て取れる。ザトゥエルブアポストルズザトゥエルブアポストルズとは、オーストラリアのビクトリア州のポートキャンベル国立公園にある、石灰岩でできた複数の海食柱である。十二支とを意味する名称ではあるが、十二本の、 海食柱が存在しているわけではない。スタック・アン・アーミント・ボーレイ・スタック・アン・アーミントは、イギリス領のスコットランド、セント・キルダ群島に存在する高さ196メートルの海食柱である。このスタック・アン・アーミントう名称は、戦士の海食柱とか、兵士の海食柱という意味。カツオドリの生息地で絶滅した大海ガラスが、 イギリスの島々の中では最後に観察された場所でもある。なお、この近くにはスタックリーと呼ばれる高さ約170メートルの海色柱も存在する。タプー島タプー島とはアンダマン海に面した太陽国のパンガー湾に存在する石灰岩でできた高さ約20メートルの海色柱である。なお、コタプーはカウタプーとも呼ばれる。 1974年に公開されたジェームズ・ボンドの映画《冷々な黄金銃を持つ男》に登場したことからジェームズ・ボンド島と呼ばれるようになり、この地域の有名な観光地となった。フラルヨニー・ハラルーニとは、イタリアのカップリ島に存在する3つの会食柱の総称である。その位置は、おおよそ北緯40度32分、東経14度15分、 三つの会食柱には、それぞれ個別の名前も付けられていて、ステラ、メッツスコポロ、または、フーリと呼ばれる。なお、スコポロ、または、フーリと呼ばれる会食柱には、ラサータベラデンズフェラグライアニシスと命名された、ここだけでしか見られない固有種のトカゲがいることで、知られている。ヘイスタクロックヘイスタクロックとは、 アメリカ合衆国のオレゴン州に存在する高さが約72メートルの海食柱である。ただし、ヘイスタックロックと命名されている岩は一つではなく、オレゴン州の他の場所にも存在する。なお、ヘイスタックは、古外のある星草の大きな山を意味する英語なので、日本語に訳すと、星草の山のような岩という意味になる。セールロック半岩とは、砂岩の一枚岩でできた。 小舟の穂のような形をした海食柱である。ホイワという名称は、この形状のために名付けられた。ホイワは、ロシアのクラスのダール地方、国海の海岸に存在する。ここは、北緯44度26分、東経38度11分付近、ゲレンジークの南東約 17km の地点である。ホイワの外接ボイワは、白秋の終盤に形成された砂岩の一枚岩で、 できている。この砂岩は海による侵食のために周囲の岩盤から切り離され、現在は海岸からほぼ垂直に立ち上がった状態で存在している。注目すべきはその形状で、高さは約25メートル、幅は約20メートルあるのにもかかわらず、その厚みはわずか1メートル程度しかないことである。このような形状であるために、 この岩は四角形の穂に似ていると言われる。このような形状になったのは、この砂岩には異なった強度を持った層が存在しており、そこに海の波が打ち付けて侵食された結果だと考えられている。ホイワは1971年11月にゲレンジークの行政当局によって天然記念物として指定された。ホイワの穴子のホイワには、 地上から約250センチメートル程度のところに穴が開いていて、その穴を貫通している。この穴の起源について正確なことはわかっていない。ただし多くのガイドは高架札戦争の時に大砲の弾が当たったためにできた穴だと言っている。しかしながらこの説の正確性には疑わしい点が存在する。1903年に国会沿岸を調査した。 S, S はシコブが、ホイワを調査した後に書いた文章に、戦艦から砲撃を行うとき、弾丸は4つ放つものだが、この岩に、そのような穴は開いていない、とある。ボール、S ピラミッドボールズピラミッドは、ロードハウト群に存在する。火山岩のみでできた海色柱としては、世界で高さの最も高い海色柱として、知られている。見つけ島見つけ島とは、 石川県の鈴市の見つけ海岸付近に存在する海食柱である。この島は無人島であり、そのおよその位置は北緯三十七度二十三分、東経百三十七度十五分。この島の岩は白っぽい色をしており、島の周囲は約四百メートル、面積は約0 0零一零五平方キロメートル、標高は二十八メートルである。この島の上には、 植物が生い茂っている。なお、明治時代初頭頃までは、島ではなく半島、つまり陸続きであった。しかし、この島は、能登半島に広く分布している柔らかい地層で、できているために侵食が激しく、その後陸から切り離されて、現在のような形状の島となった。このようにして、島になってから後、地元では、その形が軍艦に似ていると言われるようになり、 そのため見つけ島は軍艦島という別名でも呼ばれるようになった。北海道のロウソク岩道側岩は北海道に存在する海食柱。過去の津波によって一部が崩れたことで知られており、この例からも海食柱はいずれ崩れる運命にあることがわかる。ロウソク島は沖諸島に存在する海食柱。ロッコール島は北、大西洋に存在する海食柱。 この節は、音訳ができなかった会食柱をアルファベット順に並べてあります。もし音訳ができる場合は、会食柱の例の節に50音順に並べてください。ラングアンナラングアンナとは、北海に浮かぶドイツ領のヘルゴラント島に存在するサガンの一種でできた、高さ約47メートルの会食柱である。ラングアンナのおおよその位置は、北緯54度11分。 東計7度52分。なお、この岩は1969年に天然記念物に指定された。ラングアンナの名称について、ラングアンナのラングは長いといった意味のドイツ語である。英語で、ラングアンナはロングアンナ、長いアンナやトールアンナ、背の高いアンナと呼ばれる。しかし、以前はヘングストやモンチという名称でも呼ばれ、さらに地元では ネイザーン・スタックと呼ばれており、このネイザーン・スタックこそが本来の名称であった。ラングアンナの観光現在、ラングアンナに登ることは禁止されている。しかし、観光客は少し離れた場所からこの岩を見ることはできる。オールドマン・オブ・ストアオールドマン・オブ・ストアとは、スコットランドのハイランド地方のサザランドに存在する、震源盛代の砂岩でできた。 高さ約60メートルの海食柱である。この岩のおおよその位置は北緯58度15分、成形5度22分。オールドマン・オブ・ストアに登るザ・オールドマン・オブ・ストアはしばしばロッククライミングが行われる場所としても有名である。基本的にこの岩に接近することが可能なのは干潮時である。干潮時は小さな入り江を泳ぐことで 今度からザオールドマン・オブ・ストアの台座に渡ることができる。ここでティロリーイントラバースを使えば、この岩のどちら側からでも比較的安全に登ることができる。なお、風の強い日にこの岩に登るのは大変難しい。また、ザオールドマン・オブ・ストアや近くの崖には、フルマカモメが住んでいるが、彼らの気が立っている場合は、彼らがこの岩を登る者にとっての危険要素となりうる。 オールドマン・オブ・ストア近隣の村、ストアザ・オールドマン・オブ・ストアの近くには、ストアという村も存在する。ストアは、ザ・オールドマン・オブ・ストアから見て、北に約1キロメートルのところに位置する。村の、おおよその位置は、北緯58度20分、整形5度34分。ストアは、チンと京区の中にある、小作のうちに位置する村である。かつて、 長老破壊院の牧師であるノーマン・マクリオドが、このストアから移民をカナダのノバスコシア州やニュージーランドに送ったことで知られる。イエス・ネビー・キャッスルとは、スコットランドのオークニー諸島のメインランド島の西部に存在する砂岩でできた海食柱である。この辺りの岩盤は、デボン期の頃に流水の作用によって堆積したことでできた堆積岩だと考えられている。 そして、それが海によって侵食され、現在の家スネビーキャッスルが形成されたとされる。ペトロパブルフスクカムチャツキーは、カムチャッカ半島の太平洋側にあり、すぐ近くに、千島、カムチャッカ海溝がある。この海溝は、プレート境界にあたるため地震が多く、津波もしばしば発生してきた。ありがとうございます。